前から思ってたけど、一体何の特訓なのかしらね、あの二人。そう、遅い、もっと早く、モグラに抜かれるぞ。最近梁山泊の経営が逼迫してるってミュウさんぼやいてましたけど、僕の修行に割く時間は少しも減らさないんですね。ケンイチ君が気を使って月謝5000円だったのを8000円に値上げしてくれたんじゃないか。手なんて抜けないよ。なんか二重に損した気分です。とんでもない、読みは次々来るぞ。いつか生死の境で今日のこの日を感謝することになるさ。しかし先月はなんとか乗り切ったが、今月も何か臨時収入を考えなければならないな。相変わらずの貧乏暮らしのようであるな、クサメッチ。その声は、そういう君こそ相変わらずの世捨て暮らしかね。破壊神ことジェームズ・シボッチ。後悔してるとこじゃない。いいで、なんて冗談ですよ、芝先生。はあ、相変わらず貧相なヒゲであるな、アキサメッチ。そんなヒゲをしておるから金運も逃げていくのである。君のような自己愛がヒゲを生やしたような男についてきてくれる弟子に感謝したまえ。お宅がよい。さあ、我が輩たちのしてや命から見せてやるのであるぞ、一騎タモン。はいか、させるか。こっちはニトロだ、ケイチ君。やはりキャスラに一日の今日ありか。おのれずるいぞ、しまっちい。まな弟子のためなら何でもするのが本物の師弟愛である。見るがよい、我が輩の大いなる師弟愛が数々の富と名誉を生み続けておる。よいかね、我が弟子は目下地下格闘場で15連勝無敗、キレンのダメ弟子とは素材が違うのだよ、素材が。さらばだ。ケイチ君、また会おうじゃない。お互い生きてたら。弟子お金儲けに使うとなんてやつだ。てて、地下格闘場だって。君の願いが叶うその時、私の夢も叶うと信じて。だねえ。いて、鍼灸院と整骨院も相変わらずだしね。俺の警察からの依頼仕事は全く不定期だしな。アパチャイ、貯金箱壊すよ。ああ、いいよアパチャイ君。みんなで考えればきっといい案が浮かぶ。そういや、アクサメ、いつだったかおめえの描いた絵をバカ高い値で売ってくれって言われたろ。ガンガン売ればいい。書画は芸術だよ、金儲けの道具では断じてない。あの老人は本当に芸術を理解していたからタダで譲った。おめえって本当ゆず聞かねえよな。豚さん助かったよ。よしアバチャイ、また競馬で一儲けしてこようぜ。梁山泊の全財産かければいい。次のレース適当に走るって。すげえ、馬がみんな言うこと聞くなんてすげえぜアバチャイ。この後に及んでギャンブルなんて絶対許しませんですわよ。いや、これが絶対儲かる方法があるんだよな、アパチャイ。
ギャンブルする人はみんなそう言います。世間ではね、うまちゃん、ミーは馬違うね。何？地下格闘場に行きてえだ？いや、行きたいとは言ってませんよ、断じて。ただ、ボクシングの世界でも選手は技術を教えてもらう代わりに試合に出てファイトマネーをジムに入れますよね。いやですわ、健一さんはそんなこと気にしないで修行に励んでくださいまし。地下格闘場ってぶっちゃけどんなところなんです？僕でも勝てる相手います？負けてもファイトマネーって出るの？そうか、おめえもそういうことに興味を持つ年頃か。武術をお金儲けに使うのは抵抗あるけど、今僕が梁山泊のためにできることって言ったらそのくらいかななんて軽く思ったり思わなかったり。実際3000円月謝をアップしたぐらいじゃ師匠の逆代にもならないでしょ。いや、これ麦茶だからね、一応。パパ、つまみは？節約だ。地下格闘場か。おめえが格闘場ね。どうせなら発酵してる麦の汁が飲みてえしな。やっぱ危ないっすよね。無理ならいいんです。ちょっと思いついただけですから。おやすみなさーい。行くとは言ってないでしょ。とりあえず小越市長に相談してみましょうよ。あれ、そんなことしたら反対するに決まってんだろ。こっそり行ってこっそり儲けてきてやろうぜ。いい言うんじゃなかった。アンパちゃんも行くよ。地下格闘場ってのは案外あちこちにあってな、場所によってルールも賞金もまちまちなんだが、ここは比較的縛りが少ないので知られるところだ。縛りがないって、素手じゃないっすか、あの二人。まあ細けえことは気にすんな。要はいい金になるところへ連れてきたってわけだぜ。よし、行くぞケイチ。はい、死なない程度に頑張ります。あと、ってやっぱり帰る。こういう雰囲気が一番苦手なんだ。相変わらず勝負度胸のねえやつだな。よく考えたらなんで僕が戦う必要があるんです？あなたが出ればいいじゃないですか、榊師匠。それができるならとっくにやってるぜ。あのグラさん、榊だ。バカ野郎、ねえ、出た、出た、結局出た、やめ、離れな。ということはもしかしてもう一人はアパちゃん？逃げろ、危ないぞ。物理的に地獄に落とされちまうぞ。こういうところのカードってのは強すぎるやつとは誰も組まねえもんなのさ。俺は昔散々荒らしてたし、梁山泊っつったら基本的にどこも出入り禁止なんだよ。裏の世界じゃ超有名なんですね、皆さん。困りますよ、マスター榊。ローナ、生きてたか？どうか、どうかお引き取りよ。泣いてる。一体どれだけ荒らしたんだよ。あやとちりすんなよ。今日は俺の弟子を戦わせに来ただけだぜ。おい、挨拶しろよ、健一。白浜健一です。どうぞ、よろぴく。冗談きついぜ、こんなぞ。冗談ならどれだけ言うか。あの人。おめえと大して年も変わらねえのに、生きのいいのがいるじゃねえか。ここ地下格闘場では当然年齢も性別も関係ねえ。またマグレで勝っちゃった。すげえぞ姉ちゃん、ここで13人抜きだ。マグレってこっちにも目線ください。写真を撮るな、地下格闘場だぞ。すいません。ちょっと、せっかく盛り上がってるのに何水差してんのよ。殺すわよ。もう話せる。なかなか威勢がいいね、お嬢さん。あった、ここでルール無用の残酷ファイター、デビルイートの乱入だ。あ、ずるい。いきなり後ろから不意打ちしましたよ。不意打ちってのは元来いきなりやるもんだ。いいから行くぞ、ケイジ。相変わらず身の毛もよだすほど残忍にして卑怯なデビルの猛攻。ニューフェイス匿名希望カッコ18歳ピンチ。突然試合が始まってしまいましたが、皆さんお手元の携帯で急いでベットしてください。もっともこの状況でニューフェイスにかける客がいるでしょうか。おい、誰でも来いって。おれおれ、さっきまでの一戦はどうして。ちょっとあんた、もう少し残忍さに発想は入れられなかったの？ひねりがないのよね。プロ失格だわ。何？
ところでルチャリブレか。珍しいな。ルチャ、何です？ルチャリブレ、空中戦を得意とするメキシカンプロレスのことさ。派手な技が多いが、あんま実践的とは言えねえ。地下格闘場で見たのは初めてだぜ。チッ、何二人で観戦モードに入ってやがんだ。俺らはファイトマネーが目的だろう。いいぞ特命さん。あの女とはカードを組まねえ方が良さそうだな。恐るべし特命希望かっこ18歳、またもやまさかの大逆転だ。わざと不利な状況に陥ってから逆転勝利を演出しやがった。今の健一にはじーっと荷が重そうだぜ。こっちも今日は生活がかかってるしな。つわけで健一、おめえの初対戦相手が控えめに決まったぜ。よろぴくね。処刑マッスル、リチャード3号だ。哀れなスケジュール違う。師匠死刑囚中。師匠本当にグローブなしでいいのかね。ねえ、すると確かルール無制限の方がファイトマネーが良かったよな。制限もなしにしてくれ。何考えてんですか。ルールなしのグローブなしって僕に死ねというのか。落ち着け、作戦だ。作戦ん？どんな作戦じゃ。言っとくが、グローブした時点でおめえの勝ちはなくなるんだぜ。え、考えてみろ。大人と子供が戦ったら普通どっちが勝つ。え、そんなの力の強い大人の勝ちに決まってます。今まさにそうなるところです。じゃあ二人ともナイフを持ってたら。多分大人、あとは速度次第で。今そんな話してる場合じゃ。じゃあ銃ならどうなる。二人とも銃を持って退治したら。あ、そういうことか。さすが俺の弟子、物分かりがいいじゃねえか。でもそんな理屈。ファイト。来るぞ、処刑されるぞ。これは変わったカードが組まれました。どう見ても少年に勝ち目はありません。あ、今最終倍率が出ました。なんと少年 A にかけた場合、300倍の超高配当倍率になります。300倍だってさ。なんか噂じゃ梁山伯の弟子だって話だけど、あれはきっと失敗作かなんかじゃねえのか。ウエットが違いすぎる。師匠、あんな蹴りまともに食らったら死んでしまいます。おっと、早くも泣きが入った。なら食らわなけりゃいいじゃん。逃げる、完全に処刑状態だ。もうあなたには切りません。アパチャーさん、何かアドバイスを。そういう難しいことは敵をぶっ殺してから教えるよ。え、確かにグローブをつけた突きで打ち合えばお互いダメージは減るが、その分ウエイトのあるやつの方が有利だが、お互い素手なら肉を裂き骨を砕く拳は銃と同じ。あとは技術だけの勝負だ。俺らはおめえに叩き込んでやるはずだぜ。その技術を見せてやれよ、おめえの最強の一撃を。僕の最強の一撃。一方、14人抜きを終えてニューフェイス、未だリングを降りようとしません。もう打ち止め、つまんないわね。誰か挑戦者はいないのか。あら、隣のリングが大盛況じゃない。あっと、こちらはついにコーナーに追い詰められた。スキー、出航します。小さく前に、なれ。そうだ、それでいい。よし、ムエタイ、中国拳法の突きの溶血を混ぜて柔術の体さばきで打ち出す技だとか言ってたな、あれ。アパー、そこそこいいパンチを。外されたら大ピンチになるけど。決まってえがったよ。いまだにこれ3回に1回くらいってうまく入らないんだもん。それにしても少年へ、変わった勝利ポーズだ。許せないわね、私より多くの声援を浴びるなんて。何？まだ子供じゃない。おっと、少年、早くも次の対戦相手が決まったようだ。勝手にどんどん試合を組まないでよ。どうなっても知らんよ。問題ねえ、とっとと始めてくれ。あ、ちょっと何が問題ないんですか。ケンジ、後ろよ。
避けたら当たんねえべ。出た、さすらいのコンボを使いドラマアズマヤ。今日はどんなリズムで敵を肉ドラムに変えてしまうのか。武器持ってるじゃないですか。そんなに嬉しいか。相手が武器を持ってっとグッてやる気出るだろう。ファイトマネーもいいし。アパー、短い棒切れよ。ステージ上武器未満よ。うわー、あんたらの常識で物を言うな。くそ、もう一度無病した。ダメだ、さっきの巨漢とはスピードが違う。モーションの大きい無拍子なんて使う暇がないよ。何のためにいろいろ習ってきた。相手に応じて技を変えろ。さて、やはり少年 A に負けた人はごくわずか。もし彼が勝利すれば100倍の後輩とだ。もう今度こそまぐれはねえだろ。何かご用で。オーナー、さっきのファイトマネー少年 A にかけてくれ。あとジュースおかわりよ。マスター榊、ありゃいくらなんでも勝ち目ないよ。金をドブに捨てるようなもん。いいから今すぐかけろよ。あとジュースよ。響けドラゴンの歌に。二足トロン、二足ボン、二足ラン、天才打ち、最強ショートコンボ、少年 A の勝利。そう、また勝っちまった。赤ちゃん、帰りにハンバーグ食わしてやるぞ。素晴らしい。懐に飛び込み、今後のリーチを殺したかと思うや、売れない時計の近距離から多彩な基準値、そして空手でとどめを刺す。まさに流れるようなコンボ技。お聞きください、場内割れんばかりの大歓声。って、あ、もう一度カードが組まれていた。ほら、次だ次。お鬼だ、まさにセコンドの初見内容状態だ。でも全ては量産爆のため、ミユさんの心の平安のため。確かになかなか見せる戦いだったわね。変徳な魅力も認める。でもどこか泥臭いのね。アパー、ん、おっと、純達人級の触手が動いたようだぜ。そろそろ潮時かな。私を差し置いてこれほどまで観衆の心をつかむなんて。人の心を動かすルチャドールには必ずダイヤモンドにも似た輝きがあるもの。でもあの子はまるで土くれ。それなのになぜこんなにも揺さぶるの。あ、見ろ、この私の心までも。あっと、めくりかこちょはの乱入だ。ここまで見せつけられちゃ黙ってられないわね、少年 A 君。もげたもげた、とっとと帰るぞ、ケイジ。ちょっと待ちなさいよ。ん、ああ、こいつ女とは一切戦わないから悪いな。あ、さっきのかっこいいお姉さんだ。みんな見たいわよね、少年 A VS 匿名希望かっこ18歳。見てなさい、リングでは観客を味方につけた者が勝つの。そうだ、勝ち抜けこ、戻れ、戻って戦い勝負の。のマスタークラスか。ギャンブラーってのは引き際が肝心だぜ。待て、ちょっとどきなさいよ。何よ、何が言いたいのよ。スパルナの写真の男、量産爆最強の弟子か。マスター榊、また次の機会にさっきのカードをかまた。や、提案は却下だ。うわあ、ガキ大将発見。日本の陶器にはダイヤと同じ価値のものがあるというわ。土からできていながらその美しさは名工の技によって宝石に匹敵すると。あれがその名工ってことね。でも元来陶器はとっても壊れやすいものよ。いずれ私たちヨミのカストルとボルクス兄弟が粉々に打ち砕いてあげるわ。ケンイチ、わかってるとは思うが、今夜の儲けについては俺の依頼仕事が入ったってことでごまかすぞ。うるさそうだし、秋雨とか。もちろんです。ミユさんが喜べば、僕の手柄なんてどうでもいい。
偉いよ健一。しかしもうごめんだ、僕はああいう雰囲気が一番苦手なんです。なんかこうギスギスしたさっきの入り混じった感じが。やっぱ一度連れてきたクルージャー勝負度胸はつかなかったか。へえ、おめえの戦いはいつも追い込まれて追い込まれて、もう後がねえという時に実力が発揮されるってパターンに陥ってる。今までは運よく生き延びてこられたが、いつか一撃必殺の技を持った敵に出会っちまう。そうなる前に勝負の世界の雰囲気を体験させて、まあ早い話、敵をスマートにねじ伏せるコツを身につけさせてやりたかったのさ。あ、とかなんとか言って、本当は光悦師匠あたりにバレた時のための言い訳でしょ。そういうことだぜ、バレちまったらしゃあねえな。ほら乗れよ健一。わかりますよ、だって榊師匠嘘が下手だもん。ハンバーグセット追加です。最近食費節約とか言ってアパチャイさん小食だったから反動がすごいな。まあかなり稼いだからいくら食っても大丈夫だぜ。じゃあ地下格闘場もう一軒行くか。わーい、行くよ。行きませんよ、行きません。息もできなくてただ待って